こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。大丈夫です。冷房つけて寝たら喉痛くなっちゃった。最悪。喉の調子が悪すぎる。こんばんは。お疲れ様でーす。寒いね、今日は。ちょっと めっちゃ喉の調子悪い。もうずっと喉変してる。マスク寝て寝れば少しは違う。うん、絶対にそう。来週は彦に来るの。あ、そうなんですよ。ちょっとね、告知が結構ギリギリになってしまって申し訳ないんですけど、23日に彦で特典会があります。なんとみんな会えるかな、ヤヒコで。ちょっと急遽すぎるんだけどね、会いたいなって思ってますので。いや、会いたいよ、さすがに。ヤヒコに会えるの嬉しい。もう喉喉やばすぎる。助けてください。喉の痛みもある。その喉痛い。みんな
クーラーつけながら寝ちゃって喉痛くなってないですか？昨日もうやっちゃいました。やっちゃった、喉痛いよ。無理だよね。粉末の龍角散、あーね、粉末の龍角散、龍角散ダイレクト、龍角散ダイレクト、よく見る。これってどんな感じなんだろう、味。龍角散、龍角散ダイレクト、よく見るんだよね。あ、一応これ味ついてるんだ、ピーチって書いてある。買ってみようかな、龍角散ダイレクト。喉強くはないけどエアコンつけたまま寝てもなぜか大丈夫。おー、今も今まであんましそんなんで喉痛くなるタイプじゃなかったんだけどね。龍角散ダイレクトのトローチ、いつも現場行くとき舐めてます。おー、ダイレクトは甘いよ。丸缶のは苦いけどめっちゃ効く。ダイレクトよく見るんだよね。よく龍角散ダイレクト、水使わないでさ口に入れるやつだよね。よく使ってる人見る。使ってみようかな、ゲットしてみようかな。龍角散ダイレクト、胆石、喉あれ、声に、めっちゃひなのためのものじゃんそれ。普通のさ龍角散の飴ってさ美味しくないじゃん。なんかもう飴あんま好きじゃないんだよね、龍角散の飴美味しくないから。でもこのダイレクトだったら味ついてそう。でもめっちゃコスパ悪そう。めっちゃ効くだろうけどめっちゃコスパ悪そう。でもその代わり効くんだろうけどな。ちょっとゲットしてみようかな。今日ファンの方からいただいたきりたんぽのスープを飲んだんですよ、食べたんですよ。で、昨日多分なんだけどきりたんぽ一回も食べたことなくて初きりたんぽしました。
めっちゃうまかった。多分初きりたんぽ。きりたんぽのスープ、きりたんぽの春雨スープ、カップのやつ、そうカップのやつ、本物のきりたんぽ入ってて、そうめっちゃ美味しかった。本物のきりたんぽ、きりたんぽきりたんぽって大体何に使われてんの？きりたんぽとは美味しかったなぁ秋田の、秋田か、そうだね、秋田だわ、そうだわ、そうだそうだ、秋田のなんだね美味しかったな。なんか声やばくね声やばく、友達もなんか今喉やられてて声出なくなってる子いるんだよね冬になると新潟のスーパーでも、そうなんや、うまかった、めっちゃ。ハスキーになっちゃいました。ハスキーやばいよね、この前この喉もうやばいよ。やばいよ、やばいよ。辛いんですけど、お大事にありがとう本当にはい、じゃあということでちょっと終わりにしたいと思います。みんな7月23日新潟で会えますように13位富士さん、12位羽鳥さん、11位正代さん、10位さまよい人さん、9位埼玉のおじいちゃんさん、8位フロマージュさん、7位かねちゃんさん、6位かみなべさん、5位ジンさん、4位アンドゥさん、3位ケイワンさん、2位ひろゆきさん、1位ユットさん、ありがとうございますということでちょっと喉の調子も早く治したいと思います。では皆さん今日もありがとうございました。また明日、おやすみなさい、バイバーイ、ありがとうねー。